きな映画ベスト3を教えてください。やっぱり洋画ですけど、はい、やっぱ大脱走とか、おお、大脱走がいいですね、一番、うん、あとジョーズと、はい、ゴッドファーザーですかね。今何度でも見ますね。握手したいなというふうに私は思ったんです何度でもいいねそうですね。好きな小説ベスト3を教えてください。3本もないんですけど、はい、子供の時はあのシャーロック・ホームズの冒険みたいな、はいはい、シリーズがあれが、はい、あれでなんかこう主人公っていうのはどういう人なのかなっていうのが分かったような気がするんですけど、必ず読んでいる雑誌は何ですか。何十年も読み続けてるのはあのロードショーっていう映画雑誌あるんですけど、はいはいはい、はい、あれはずっと買ってるなくしくも集英社ですね。そうですね好きな食べ物は何ですか。あ、スパゲッティですね。スパゲッティ、何で何味でもいいです。そうですか、スパゲッティ、ナポリタンでもいいし何でもいいですね。じゃあ嫌いな食べ物は何でしょうか。嫌いな食べ物はあのトマトの皮ですねあのプチトマトとか絶対食べれないです。でもスパゲッティってトマトの皮、煮るといいんですけど生はダメなんです。あ、生のトマトの皮、皮ダメなんです。あとはもう何でも大丈夫ですが、休みの日は何をしていますか。やっぱり本読んだり映画見たりとか、あとあの運動ですね。具体的に筋肉トレーニングとか走ったりとか。はい、ありがとうございます。趣味は何ですか。ないです。仕事という仕事です。最近ハマっていることは何ですか。最近ハマってるのは、うん、ちょっと自分の絵をでっかく描くのがちょっとハマる。好きな音楽は何ですか。全部好きですけども、もうラップでも何でもいいです。ジャズでも。登場人物にアーティストの名前が多く出てきますが、一番好きなアーティストは誰ですか。あ、これはプリンスが好き。プリンスですね、はい、おすすめのアルバムを教えてください。そっか、最近はね、ネリーっていうのの、ちょっとどっかにあったな。これがいい、これがいいですよラッパーのネリーですね。わざわざありがとうございます。好きなテレビ番組は何ですか。最近のですか。ちょっとあんま見てないですね。そうですね、ご覧になる時間はないですよね。映画は見るんですけど、ぜひ見ません。サスペンスをご覧になる。あ、サスペンス。わかります。荒木流健康法を一つ教えていただけますでしょうか。ああ、執筆前のストレッチですね。ファッションにこだわりはありますか。自分ではあんまないですけど、やっぱこうよく見ます、はい。一番落ち着く場所はどこですか。落ち着く場所、僕の部屋がいいかな、うん。癖はありますか。あ、ちょっとこう顎をいじるの緊張すると。ああ、分かんないけど。そうですね、今日も何度か、緊張すると。お酒は強い方ですか。ほとんど飲みません、はい。もらって嬉しいものは何ですか。もらって嬉しいものは、美味しいお菓子がお菓子お好きですか。お前、甘いもの、しょっぱいもの、美味しいのはいいんですけど今日お持ちしたものは大丈夫かな現在どんな車に乗っていらっしゃいますか。あ、僕運転できないんです。あ、そうですか、ええ、これはあえて運転、いや、なんか知らないけど免許取りに行かなかった人生になっちゃいましたね幼少期はどんなお子さんでしたか。妹にいじめられてるお兄ちゃんでした多分。初恋はいつでしょうか。高校1年の時かな。小さい頃見ていたアニメは何でしょうか。何でもいいです。何でも見てたと思います。あの巨人の星とか、はい。でもあんまりハマんなかったですね。漫画の方が好きですね。アニメーションよりも漫画と、そうですね。なるほど。初めて買った漫画は覚えていらっしゃいますか。あ、斎藤隆夫のね、無用の助っていう侍のあれが初めて買った。あれ絵うまいんだよな。すごいいい絵が入ってるんですよ。好きだったアイドルはいらっしゃいますか。
と浅田美代子とそちょっと年がねやだなこういう話、欠かさず見ていたテレビは何ですか。これもねやっぱりこうあの向こうのテレビが好きでした。あの刑事ゴロンボとか、はいはいはい、ね、あれはもう絶対見てたね。土曜の夜僕も絶対見てましたね。学生時代得意だった科目は何ですか。まあ、別にあんまり得意なのもないけどやっぱり好きだったのは社会とか理科が好きでした。学生時代逆にじゃ苦手だった科目は何でしょう。これ英語かな。英語なんですか。嫌だっつね、あれ単語とか覚えるの。そうですね。学生時代どんなクラブ活動をしていましたか。これ剣道をしてました、はい、好きな異性のタイプを教えてください。異性のタイプ、あのね、おしとやかじゃない方がいいですね。あ、まさしく先生の作品にこう出てくる、あ、そういうのがいい、女性たちが、はい、なんかちょっとだ黙ってると何考えてるか分からないような女性はちょっと嫌ですね。活発な人がいい、ね、そうですね。奥さんはいらっしゃいますか。あ、います、はい。好きな色は何色ですか。何でもいいけどオレンジとか、オレンジっぽい黄色みたいな、はい。最近思わず笑ってしまったことは何ですか。これもよくわからないですけども、まああの眼科に行って、ね、こう検眼とかするじゃない、はい、あのコンタクトレンズ買いに行った時に、でそのお医者さんが静電気を持ってらして、はい、僕のまぶたに触った時に、こうなんか電撃が走ったのはあれもトラウマになる、もういけない。バビル2世の衝撃波みたいな、衝撃波が目に走ったのにははあ、もうちょっと怖くていけないですよ。最近じゃあ腹が立ったことは何でしょう。腹が立ったことも、あまりないですね。ないです。先生腹はあまりお立てにならないような感じにお見受けするんですよ、でもこれじゃダメだなとか思う時ありますけどね、テレビとかニュースとか見てて、なるほどね。最近涙を流したのはいつですか。あ、最終回書いててちょっと泣いちゃったなという感じは今日ですね先生。いやネーム書いてる時は木曜日かな。ああ、やっぱりそうですよね。それはあのそうなんだろうな。旅行で一番良かったところはどこでしょうか。あ、僕はイタリアが好きなんですよ。イタリアのベネチアがいいですかね。ベネチア、水の都、ね、あの車がないところがいいですね。そうですね、あれは全く歩くのにストレスを感じませんからね、ちょっと人が多いかなというのはありますけど、いいですね。逆にじゃあ最悪だなと感じたところがございますか。こういうふうに言っていいのかどうか分かんないですけど、ちょっとエジプトがダメですね。エジプトですか。でもエジプトといったら第3部のまさに舞台、もうあそこ嫌いです、だから舞台にしてるんです。宮城県のご出身ですが、宮城県で一番おいしいものは何でしょうか。あるのかな。東京の方がおいしいんですよ。二万蓋もなく割ってしまう。え、都内で行きつけのお店はどこかありますでしょうか。あります。何、僕はあのイタリア料理が好きなんで、そのレストランに行きたいですね。大好きですね。あのお酒飲まないんで、はいはい、そういうところが大好き。なるほど。東京で好きな街はどこでしょうか。東京が好きなのじゃ表参道が好きですね。大脱走。あ、大脱走ね。いや、これはなんかもう子供の時見てもう本当に手に汗握ったかなっていう、で今でもいいです。あのね、あ、マックイーンが何回も戻ってくるところもいいです。はい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 、ね、だからやっぱりその辺がこう先生の中で根深くこうあって第6部はジェイルものになったのかなっていう、あ、そういうのあるんですね。これがルーツなのかなっていう気がする、マックイーンが戻ってくるたびに僕は泣いてたもん。もうこれだよ。ヒーロー